目白台駅は東京都八王子市目白台一丁目にある京王電鉄高尾線の駅である京王西貫区所属駅番号はここ10相対式ホーム2面2線を有する地上駅であるホーム部は掘割構造となっており京上駅舎を持つ開業時は対比線を有する島式ホーム2面4線の構造であったが車両大型化、長編成化による ホーム延伸工事が施行された際に、退避線は撤去されて、現行の形態になった。退避線の跡地の一部には、地下自転車駐車場が設置された。ホームと駅舎を連絡するエレベーターエスカレーターが設置されている。トイレは駅舎内にあり、ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレを併設している。ホームには、ATC 機器室設置工事が行われている。 胸の掲示がされている。2020年度の1日平均乗降人員は1482人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。高尾線開業に合わせて造成された住宅地である目白台の中心駅として開設したことから目白台と名付けられる。なお、 建設工事時の駅名歌唱は八王時代であった。目白台の名称の由来は野鳥の目白からとされている。出展。ありがとうございます。